いや参ったな。5月6月は子供と過ごすイベントがいろいろとあるんだよな。授業参観があったり運動会があったり、まあ他にもいろいろと子供と過ごすような日も多かったりするんだけども、まあ、そんな時にどんな格好すればいいのかよくわかんないんだよな。周りのパパ見てると結構おしゃれな人も増えてるし、そろそろ自分のファッションもどうにかしたいな。誰か初夏向けのおしゃれパパコーデ教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。プライベートでは男の子と女の子の2児の父、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、おしゃれパパの初夏コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ先ほどもお伝えした通りですね、5月6月というのはいろんなイベントがあるかなと思うんですね。僕自身子供がですね、2人いまして小学生なので、授業参観があったりだとか、これから運動会があったりだとか、まあそんな時にどんな着こなししていこうかなって迷うわけなんですね。まあそれ以外にもですね、休日に子供と過ごすときにどういった格好をするとですね、子供たちも喜んでもらえるのかなっていうことをですね、いろいろと考えるわけなんですね。まあ僕らぐらいの年齢になると自分自身が大好きなファッションにですね、突き進むというのも悪くはないんですが、まあある程度ですね、家族と過ごす時間には家族から見て一定のおしゃれさだとか理解できるようなバランスを取れた着こなしができるということもすごく重要だと思うんですね。なので今回の動画の中ではおしゃれパパを目指すためにですね、参考にしていただきたいコーディネートを3つ考えてみましたので、よかったらですね、今後の皆さんの服選びの際のですね、一つの参考にしていただければなと思っています。意外とですね、このようなパパコーデみたいなですね、動画だとか情報ってあんまり多くないんですね。なので僕も定期的にお届けしたいなと思っていますので、まあ、ぜひですね、皆さんも、まあ、これからいろんなですね、イベントありますが、周囲からですね、何々くん何々ちゃんのパパおしゃれだねと言ってもらえようですね、今回の着こなし一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的におしゃれパパの初夏コーデを皆さんにですね、3つご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目のコーデなんですが、まあ、今回テーマを決めるとしたらですね、子供の運動会に参加するスタイリングということで、まあ、イメージしながら組んでみましたが、いかがでしょうか。まずですね、全体の雰囲気としてはちょっとスポーティーな方向性に振ってあります。一番上に着てるのはですね、これ先日もご紹介させていただいたんですが、T シャツの形なんですけども、素材がですね、ポリエステルになっていまして、まあ、プルオーバータイプで T シャツの上にさらりと着れるようなものですね。こういったものが1枚あるとスポーティーで、なおかつ T シャツ1枚よりは少し気の利いた感じがするかなと思うんですね。まあ、今期のアーバンリサーチのですね、ソロテックスを使った素材のですね、こちら T シャツ型のトップスになっています。これかなり使い勝手いいなと思って、僕もですね、子供の運動会の時に着ていきたいなと思っています。全体的なサイズ感は少し緩さがあるんですね。袖丈もやや長めですし、身幅もゆとりがあります。そして通常の T シャツとの大きな違いというのは、まあディティールなんですけども、まずはですね、サイドにポケットがついてるんですね。このあたりがちょっとアウターっぽいですね、アプローチになってるかなと思います。あとはこういった裾の部分がですね、絞れるんですね、ドローコードで。そうすることでちょっとこう丸みのあるシルエットが簡単に作ることができるので、T シャツ1枚よりもですね、だいぶおしゃれ感のある着こなしが作れるんですね。色はダークグレー選んでるんですが、これがですね、シャープな色合いですごく気に入ってるんですね。まあグレーとちょっとグリーンを混ぜたような色合いですごくいい雰囲気なので、僕はこれをですね、今回の着こなしの軸にしました。で、下にはですね、一応白 T ですね、ちょっとだけ覗かせることで、まあ、全体的に色は暗めなので少しだけ清潔感を漂わせるようにしています。そしてボトムスはブラックですね。このあたりは王道のものを合わせています。まあ、サイズ感なんですが、僕はタイトなものよりも少しだけ緩さを出してあげた方が今っぽくなるかなと思うので、パパ世代にもおすすめしやすいかなと思っています。まあ、ちょっと結構これは太めではあるんですけども、皆さんにお勧めしたいのはグラミチのボトムスですね。特に運動会でパパが走るみたいな場面だとか、綱引きするみたいなこともあったりするんですね。僕もですね、子供のイベントに全力で参加する方なので、パパリレーとかもですね、もう本当に3ヶ月ぐらい前からトレーニングを積んでですね、全速力で走れるように毎回望んでいたわけなんですが、まあそんなですね、体育会系のパパにもですね、履いていただけるようなグラミチのブラック系のパンツですね。シルエットは綺麗なんだけども、ストレッチが効いてるものですね。まあそういったもので代用してもらうのがいいかなと思います。で、ブラック系のパンツに対して足元はですね、ちょっと走れるようなスニーカーを持ってきています。今回ですね、初登場となるですね、
ホカオネオネのマファテスピード2というものを最近購入しました。これがですね、なかなかかっこいいんですよね。まあ、最近ホカオネオネはすごく話題になっているブランドの一つかなと思います。まあ、ニューバランスだとか、サロモンだとか、あとはこのホカオネオネですね、ちょっとボリューミーなスニーカーというところが、まあ、旬な雰囲気になってくるかなと思うんですが、こういったモノトーン使いなので、結構ですね、こういったブラック系とのパンツとの相性もいいし、あとはソールもしっかりとあるので、今っぽい雰囲気もちゃんと漂います。そして何より歩きやすいし走りやすいので、これだったらですね、全力で駆け回ることもできるかなと思うので、まあ、ぜひ一つ参考にしていただきたいなと思っています。まあ、基本はこのような着こなしなんですが、時計したりバングルしたりしながら、ちょっと小物を追加したりだとか、あとは結構大事なのが、メガネですね。僕はちょっとだけうっすらとカラーレンズ入れてみますが、運動会って結構暑い日が多かったりするので、日差しが強いんですね。まあ、そんな時にこういったメガネなんかが一つあるとすごく便利かなと思うので、実用性も含めてですね、皆さんにご紹介できればなと思いました。まあ、このようなですね、特に凝った着こなしではないんですが、スポーティーな雰囲気だとか、あとは今年っぽいですね、こういった河川の T シャツ型のプルオーバーですね、こういったものを入れるだけで、だいぶですね、旬な雰囲気も出るかなと思うので、よかったら参考にしてみていただければなと思っています。はい、続いて二つ目のですね、着こなしなんですが、今度のテーマを掲げるとしたら、授業参観のパパコーデという感じでですね、イメージをしてみました。まあ、今回の主役になるのはですね、こちらの襟付きの半袖シャツですね。まあ、初夏などで結構気温が上がりますよね。まあ、そんな時にでも授業参観みたいなちょっとだけかしこまった場面だと襟付きのシャツの方が個人的にはいいかなということで、まあ、こういったシャツを着てみました。で、色合いなんですけども、先ほどはですね、結構モノトーンでシャープな雰囲気にしましたが、まあ、授業参観ということでちょっと明るい雰囲気といいますか、ややですね、柔らかい雰囲気も出したかったので、ベージュのシャツを着ました。まあ、こちらは僕のブランドソウの新作のシャツになるんです。が、まあ柔らかいベージュで表面にも微光沢があって綺麗な雰囲気のですねシャツを作りました。で、サイズ感も少しだけ緩さを出していまして、胸元にはですねポケットを左右対称につけたようなですね、今のトレンドを拾ったようなですね雰囲気に仕上がっています。このシャツをベースにしながら下は白 T シャツですね、こういったものを合わせています。で、ボトムスに関しては先ほどと同じです。まあブラック系パンツで引き締めてあげる感じですね。上半身にですね今回は明るいベージュを持ってきているので、ボトムスに関してはブラックだとか、あとはグレー系でも相性がいいかなと思うので、引き締めるようなカラーリングを持ってくると、まあ、バランスが取れてくるかなと思います。まあ、足元に関してはですね、教室に入ってしまったらあまり見えないんですが、まあ、今回は白系のレザースニーカーですね、ジャーマントレーナーを合わせています。まあ、なるべく爽やかな方向性に振ってあげるのがいいかなと思います。僕もですね、二児のパパとしていろんな着こなしをするんですが、自分の体感だとですね、先ほどみたいなスポーティーでちょっとこうシャープな雰囲気っていうのは男の子受けがいいんですね。息子が結構褒めてくれることが多くて、一方でちょっと小綺麗なシャツだとか、あとはベージュみたいな色合いは女の子の方がですね、喜んでくれるんですね。まあ、このように男女でも好みが分かれたりするんですが、まあ、大人の男性であればいくつか自分の着こなしのバリエーションを組んでおくのもいいかなと思うので、ベージュ系の柔らかみのあるシャツというのは意外と使いやすいかなと思っています。まあ、僕はですね、結構シャツ好きでブルー系とかも持ってるんですが、爽やかに見せたい時にはブルー系、そしてちょっとこう柔らかい雰囲気を出したい時にはベージュという形で分けるようにしているので、まあよかったらですね、こういった半袖シャツを使ったですね、パパコーデというところも皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。まあこの着こなしでガンガン動くっていう感じではないかなと思うんですが、まあ授業参観だとか、まあ休日に家族でお買い物に出かけるシーンなんかには、こういった半袖の襟付きシャツというのは1枚あるとすごく初夏の時期には重宝するかなと思うので、よかったら一つ参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目のですね、パパの休日コーデなんですが、今回のテーマなんですが、休日にショッピングモールに遊びに行ったりだとか、あとは室内型のイベントで遊ぶ時に適したような着こなしと言ったらいいですかね。例えばチームラボの施設に遊びに行く時だとか、まあそういった外遊びでなければ、こういった白パンみたいな小綺麗なパンツあっても、そこまで汚れないかなと思うので、まあぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています。今回メインになってきてるのはですね、こちらですね。
ね。僕の動画の中ではよく出てくるですね、ブラックのニットポロですね。これが初夏には本当に最適なんですね。僕は今年ニットポロだけでですね、合計5枚購入しました。まあそれぐらいですね、本当にこう初夏には使いやすいですし、T シャツ1枚よりもちょっとこう旬な雰囲気だとか、気の利いた感じがするので、もう1枚持っておくとすごく便利かなと思います。僕が今着てるものはですね、何度かご紹介しましたが、ビューティー&ユースの今季のですね、ブラックのニットポロになっています。まあ、サイズ感がちょうどいいんですよね。ちょっとこうゆとりがあるんです。例えばこう袖丈はやや長めになっていて、腕の関節よりちょっとだけ長いかなぐらいですかね。そして身幅もゆとりがあるんですけども、着丈は割とスッキリとしていて、M サイズでもですね、ちょうどいいサイズ感になっているんですね。まあ、こちらをベースにしながらですね、内側にはボーダーのカットソーですね。まあ、これも結構重要で、ニットポロってビジカジでも使えるので、失敗するとちょっとですね、硬すぎる印象なんですね。それをこのボーダーのカットソーで少しカジュアル感を足してあげるとバランスがいいかなと思います。色はですね、ブラックとホワイトの2色を使ったマイクロボーダーなんですけども、遠目から見ると結構グレーに見えるんですね。その結果、ブラックのポロシャツと白パンのつなぎの色としても使えるので、これも結構便利なアイテムかなと思います。まあ、ベーシックで使いやすいので、自分のところでこちらは作っていまして、また近日中にですね、皆さんにご紹介できればなと思っています。で、ボトムスに関してはですね、上半身やっぱり黒でちょっと重たいので、白系のですね、デニムを持ってきました。結構僕はブラックのニットポロと白パンの組み合わせが好きで、よくやるんですが、まあ、白パンでもですね、タイトな感じにしちゃうと、ちょっと古い感じもしてしまうので、サイズ感が重要なんですね。これも自分のところで作っているやつなんですが、少しゆとりを出しています。そして、デニム素材にしてカジュアルさも出してますし、あとは外付けのポケットですね。こういったものをつけることで、ちょっとワークテイストの雰囲気も出しています。なので、白パンなんだけども、キザっぽくならないようなバランスで履いていただくと、白パンもバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして足元なんですが、白パンにはグレーのニューバランス。これが鉄板です。ホワイトのパンツとグレー系というのは相性がいいですね。やっぱりモノトーンなので、非常に収まりがいいです。使っている色自体がすごくシンプルですよね。白、グレー、そして黒という形で、まあ本当にモノトーンだけでも着こなしをですね、成立させることができるかなと思うんですが、ポッテリ系のですね、ニューバランスの 990V6 ですね。これプライベートでもガンガン履いていまして、これはですね、かなりくたびれては着ているんですが、これがなかなか調子がいいなということで、こちらを履いています。まあ着こなしとしてはすごくシンプルで使いやすいんですが、このようなコーディネートは結構休日のパパスタイルとしては使いやすいかなと思います。まあ白パンですね、最近はトレンドアイテムになってきて、履いている方もちょこちょこと見かけますが、まだパパ世代でガンガンに履いてる方はあんまり多くはないかなと思うんですね。なので履くだけでちょっと人との違いも出せるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。ちょっと小綺麗な休日着としてはこの白パンスタイルがいいかなと思いますし、外でガンガン遊ぶことを想定するのであれば、一つ目のですね、運動会コーデですね。これがそのまま外遊びコーデでも使えるかなと思うので、よかったらこの2つを使い分けていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではおしゃれパパの初夏コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、おしゃれなパパの着こなしを目指す際に僕が意識しているのは、まあちょっと綺麗めな着こなしであったりだとか清潔感があること、まああとはベーシックでありつつもほんのりトレンド感ですね、サイズ感を少しゆとりを持たせたりだとか旬なアイテムを適度に取り入れるだとか、このあたりを抑えていただければですね、結構おしゃれパパにも見えやすいかなと思いますし、かといってこう変に悪目立ちもすることはないかなと思うので、よかったらこれからのですね、皆さんの着こなしの参考にしていただければなと思っています。もちろんパパコーデというだけではなくて、30代、40代の大人の休日コーデとしても使えるものがすごく多いかなと思うので、まあよかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ普段の動画の中ではなかなか触れることができないような、もうちょっとマニアック視点のですね、おしゃれ中級者向けの情報に関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっています。
気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものなんかをですね、まあ毎日更新しながら皆さんにですね、情報をお届けしています。僕も記事をほぼ毎日書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。またそれだけではなくて、参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるような一つのコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。